サマーズちゃん。サマーズちゃん。ね。はい。今日もね、何をやるのか。ちょっとメンバーね。でも珍しい座組なんだよね。なんか。まあ、ここはね、もうずっといるけども。あ、うん、でも、あの、この間の。キャンプのね。キャンプ。河辺。はい。ほのか。はい。いつもここでクイズやるじゃん。はいはい。大谷さんと。その立ち位置でもないの。そうですね。うん。なんか謎の緊張感だけが伝わってくるなんか使命を受けてるんじゃないかっていう緊張感だけが一人だけ机がないからおかしいんじゃないですか。そうね、何か任務を背負わされたんだけどちょっと見てみる、ね、見ましょう。はい、ガン。真夏のルービックキューブ何ですか。はい、真夏の任務で急に。そうです、真夏のルービックキューブということで、皆さんルービックキューブを揃えたことありますか。苦手だね。ないです。1面ぐらいかな。僕ら世代ですよ。あ、そうなんですか。俺はもう全然揃えたことあります。ただ今も全く分からない。1面は結構割と折れてもいい。2面からは結構相当熟練してる。ないないです、ないです。 できる気がしないんです。あ、そう、はい、1面ずつ揃えることじゃない、全部壊していくみたいな。 あとこの部屋すげえ暑いけど、ね、無理やり真夏のにしてるそういう設定で。すげえ暑いんだけど。暑くしたすごい晴れたピーカンの日に屋上でやろうと思ってました、うんうん、そしたら雨降ってたよね今日。慌てて下に降りてきました。あ、本当。でもだったら暑くしなくていいよ。そうですね炎天下でやりたかったんだ。すげえ暑いんだよ。あ、だから消したんだ。さっき消してましたよね。4つ並んでる、なんか、あのスイッチをパン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 って消していったから。それが何してんねやろと思って。いいよ、消さなくて。これ演出です。演出、いや、分かる、見てる人も分かれへんし。分かりにくい室内は。はい、ということで。で、どうすんの。はい、ここに、誰でも完成できるルービックキューブの教科書があるの で、 マジで皆さんに配っていきたいと思います。そういえば誰でもできる。誰でも6面揃える。絶対無理だと思う。はい、え、こんなもん。ちょっと待ってください。これいろんなやり方があるってことですか。それを1ページずつやっていくと最終的にできる。最終的に6面できるみたいなので、で30分以内で皆さんに6面揃えていただきまして。読むのめんどくせえよお前。できなかった方には罰ゲームが昔からありますので。マジで30分まだ秘密です。いや、これで罰ってお前しんどいっすね、これ読むのが。もう読むのがすげえめんどくせえんだけど。黙っちゃうよ。青をまずどうしたらいいの。まず、青を真ん中にしてもいい。青がいいんだ。青を真ん中にして、通りにこういうことですね。あ、青10時で、青を10時作って、ここに全部同じ色を2本ずつ作る、ね、それができるのかな。マジかよ。10時に揃えてください。はい、センターキューブ10時ね。中段、10時下段青だけ10時に揃えればいいの。一旦青だけ10時に揃えてください。側面にオレンジとか白とかあるあるよね、そこと青いキューブを合わせる、でも合わないじゃん。来ないよ絶対。できます。え、できるはずなんです。やれた。できてません。そしたら大竹さんの言うて、まあ、青白は揃ってるじゃないですか。青白揃ってる。それと同じ原理で青赤にしたり、青オレンジにしたり。全部赤オレンジってやってくるんだ。やれねえよ。大手さんあんな自信満々だったのに急に。何にもやれない。やれねえ。何にもやれない。あんな自信すげえあったじゃん。自信あったけど無理だから。なんで。うわ、やれるけどやれねえ。やれねえな。あ、オレンジオレンジ、あ、赤赤赤と白が入れ替わればいい。え、あ、今の。ちょっと家庭教室ついてるじゃん。ちょっと待って。これさ、青十字。はい。こうなってるじゃん。あ、もうなってる。でもこの白赤が入れ替えられない。いや、考え。一回転がして真ん中だけやればいいんじゃないですか。ここを。知らない人が教えて。こう。絶対なんないと。こう。ほら。絶対。これバカ。俺無駄じゃん。だから一回また大手さんの理論でそれを崩すよ。だってほんまに全然諦めてる。
が見れないって何？説明書は分からん。説明書はもう読めない。ねえ、何を書いてんのか、ほんま全学でしょ、どういうことこれ。哲学書が書いてある。哲学哲学哲学なんこれ、え？いや、マジ？これもう、この青のこの感じっていうのは崩しちゃいけないんだよね。ちょっと、手前のどこまで行ってるの？1枚目できたの？青を歌え。はい。1枚目できたの？1枚目できました、今。ちょっと今ね、外野がうるさいの。マジかよ、1枚目できたけど、なんでできたか分かってないです。俺1枚目できそうなんだけど、全部全崩ししちゃう。ただ、なんだろうね、夏休みの宿題ぐらい、今やりたくない。分かります。分かるでしょ？分かります。これやりたくない。で、俺戻す？集中力がもう俺今ね、俺今少し、罰食らってもいいかなって思う。あ、来たね、1枚。いやね、ルービックキューブ拒否してる。こっからだよ。ご褒美の方が良くない？これ。罰より。このステップでは。罰は受けてもいいやってなるけど、ご褒美がすごい、なんか本当に揃った時すごい気持ちいい。なるほど。揃った時本当に。揃うと気持ちいいってご褒美なんかもうどうでもいいもん。なので人の手をカリカリやって。その中を頑張ろうっていう気力が起きないんだけど。失礼いたします。なんで脱いだ？10分経過しました。わ、ラウンド変わった。どうしたの？いや、そういうご褒美だよ。ラウンド変わるみたいな。で、最初に一番揃うことになるんだなって。あ、そういうことじゃないですか。10分経過しました。やったことあるんだよね、本当ね。やったことあります。そうだね。はい、変な動きでしたけど、なんか俺、カクッカクッてるのね。入れたい気分がまず分かれへんねんな。冗談を超えて、入れたい気分を超えて、なるほど。持っていく。ちょっともう、この説明書がまずさ、何を言ってんのかが分かれへんねんな。これを何これを何がやりたいんですか、次。ここに、このステップでは、青い星印に、側面ヌルタで、ここに。いや、もう分からないですもん。だって何をさせたいんかが分からないんですよ。僕もやりたいけど、何をさせたいのかがまず理解できないんですよ。僕隣にあんな怒ってるやついたらもうできねえよ。何をさせたいかが分かったら僕はやるんですよ。まず何をさせたいかが分からない。6面揃えさせたいんだよ。いや、その即答割に何を言ってるか分からないんですよ。じゃあ6面揃えていたいんですよ、僕も。これも分かんないけど、青にしたいってことですか、これは。熱でしょ。知恵熱、知恵熱。あ、どうでしょう。やばいやばいやばい。ついみんなスタッフついて。どういうことですか。誘導、これマンツーマンでやろう。個別指導で6面はやってもらってさ、ラストできるかみたいなことですし。あ、そうしましょうか、ね、あ、そうしましょう。6面は飛ばして、ステップ5まで、はい、本当はなんかステップ6までの知恵で7、8ができそうなんだよ。いや、よくみんなできるようになった、ね、なんでできるのかな。これ練習したってことですか。そういうことよ。やっぱだからそういうやつがさ、すごい、いい大学出たりできるんじゃない。いや、もう やんなかったもん、それ。諦めちゃいますね。諦めすぐ諦めないよな。何か生中飲みたい。ね、で今日明日にしようって明日絶対やらないでしょ。そんな人生明日6時に起きてるって、ね、やったことで。確かに墨田区で6面できたやつ過去いないんじゃない。墨田区ないよ。墨田区できた、俺できた。ほんで僕何でももう今 YouTube でやり方を見てまうから、これが読めないっすわ、もう。なるほどね、おじさんのくせに。YouTube のせいだよ。もうダメです。もう何でも YouTube で調べてまうから。YouTube で舞うから。舞うから。何 YouTube で舞ってんのよ。いいよ、これでやねえか。君だけ家庭教師。もうステップ4まで行った。すごい。じゃあ待ってて、じゃあそこで待ってて。俺がステップやってる人を見ないからね。俺も聞いてる。それがバナナ。今これが、これができたってことですか。ステップの途中を見ないの。6、7を我々がやるんですね。はい、なんで6、7もやっていいよ。ね、6、7ね。あれ俺もこれ
6までいっちゃってるだいぶなんか変わってますもんだってもう惜しい惜しいやつ言ってない言ってないすげえ惜しい1個でも違うと違うんだよこれ実はスタッフ3人でさ誰が一番早くできるかやったほうがいいんじゃないこれ YouTube 的には絶対面白い行きましたわあすげえわあすごいなんか気持ちいいなめっちゃすごいですねこれ人がやっても全然気持ちいいな、ね、ええこれ5まで少し進んでるの次6から6こっからやればねあーすごいありがとうありがとうそこからまたスタート、はい上が緑で、上が緑で黄色は両端っていうあパターンだよ白で緑面を全面自分の緑面を自分の体側に持つこうや緑面を自分の体側に持つ緑面を上にこっちの中心左上によっしゃ行こうこう待って静かにして星印の場所に一箇所だけ全て色が揃って色が合っているコーナーキューブ怖えなぁのこれの文章の理解が分かんない、ね、一箇所だけだから俺も意味分からずこの図のように90度ってやってるからやっちゃうぜ何全て色が合ってるコーナーキューブを持ってる星印の場所左に4 5 6 7 8 9 10 何が言いたいのこれこれ何も見ないで回してるからこれだけ知って僕もだけ見ておおできたの少し来た少しいや間違えましたもうできたこれ見ながら回してるんだよただこれが難しいどれでもいいよ間違えた間違えたここに来るんだよどれでもいい変なんだこれ緑面ねそれ緑面は怖えんだけどすげえでここがこうで何がやりたいのこれ何こう下面を180度2回ね1、2で、5がすごい右目をあと1つずつなんか白と緑以外1つずつです上面をだから3箇所ね90度、はい、キリがないんだけどこれ何回も同じ右面を一生やってくるのかなこれそれを何回かやってると多分最後急に来るドンって4へぇはずですけどちょっとやってみるで多分あ、しまった、そういうことか俺180度、90度やってもうたからダメになったあれバラバラになったぞ180度だよねじゃあ一回これもダメですよ一回直してもらってはい僕直すのめちゃめちゃ時間かかってますマジちょっと枝豆とビールしてこれ夏休みの宿題じゃねえかなうわぁちょっとうわぁ回してたずーっと回してたすごい盤面見たらこうしてやってたからそれもやったら一回揃えた経験があるからってずりーよ経験関係ない一回100点取った経験があるやつってずりーよいやいや関係ないすごいだってこれ見たらなって一回見てなかったもんこうしてええー、俺のやり方こうしてたの俺変なんだったよだってじゃあだからそうなんですよ150度の90度にしちゃうとダメなのよなんで2人とも間違えちゃったの2人とも180を90でやったんですよ最後のステップ7から最後やりましょうか、ん、でこれやるだけでこれもうこれずっとやるだけで裏側すごいすげえ来ましたすごいよーいスタートこれこうじゃない90それを何回かやると行くんですよくそ今なんでやりってあったのになんでなんて言うこと聞かないのよこうでしょ俺のこの赤ちゃん俺の言うこと聞かないのよここ180なんで言うこと聞かないの90ここでやっちゃってんだよ90 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 90
構出ちゃって、ガンそこかっつって、何そっち回すの、いや、いいんだよ、みたいな。こうなっちゃった。ほら、これやっぱ、ピュアな方が勝つんすよ。ほら。いや、俺もピュアにやったんだよ。この通り。4番良かったの。どう？ここを回す。え、そこかって言ってたけど、どこ？いやいや。こう回さなきゃいけないのに、いや、いいんだよ、ちょっとこっち回した。あ、マジ？じゃあ戻せばできんのかな。じゃあ一回戻して。戻して、もう一回やっていい？じゃあ三村さんにも味わって。でもどれが正面か分かんなくなっちゃったかな、俺。ああ、できた。来た。お、サンキュー。ちょっと見てるから、三村さん、もう一回いいですか？これで、じゃあ、これで、よし、できたら、もう罰なしでいいです。なしでいいです。OK、OK。ありがとう。はい。ちょっと一回何を言わないで見てるから。だからこれを正面と、もう絶対にこれを正面とするね。うん。いくよ。1、2、1、2、ほい、ほい、ほとんど親にやってもらった夏休みの集団最後だけ最後だけちょっと嬉しいね。できたら嬉しいですけど、怖いんですよ。手のなんか持ち替えとかね、だから正面が変わりそうだろ、持ち替えって持ち替えないずっと右手で回せばいいってこと。まあまあそうですね。最後のあんな一マスずれも10回動かすんだ、11回動かすんだっていう。そうなんだよ、ね、すごいね。途中でバラバラになってましたもんね、一回、うん、いやもうだからもうバラバラの景色とか見えないようにしたわざと。あ、もうここしか見えてない、ここ、こうやってやってたんですか。俺もそうしてたよ、こうして見ると怖いからこれ見てる人どう思ってんねやろ。何やってんの、なんだよあいつら。三村できるって最後にそうなったらはい、じゃあ皆さんできたので罰ゲームはなしとなります。やった、皆さんできたね。おめでとうございます。みんなできたねじゃないんだよ。すごい。いやでもこれぐらい大変ってことだね。大変ですね。これ6年をどっかを捨ててどっかを生かすっていう。いやこれどれぐらいの人がどうやって見るのかわかんないけどなんかもうイライラしてくるね。これ見てやってみようとは ならないんじゃないですか。えでもだってほとんどの時間俺らが回してないからねそうですよ、6までやってもらうよ。なのによくあんな喜べないんだよ。喜ぶじゃないんだよ。よかったよ、感動を味わえて、ね、うん、本当に感動生まれて初めての6面だすごいけどね。よかったよかった。じゃあまた、はいはい、じゃん。お、アイナ今何してる。違和感ねえか、あそこ。あんな人いないよ。あそこ行かないから、もう上に一人階上がったところか。アイナさんでしょうか。アイナです。あ、いましたね、ミノさん。変わってねえな、あんまり。夏も冬も巡る季節を。サマーズチャンネル。